です。こんにちは、村田です。よろしくお願いします。締めますね。はい。料理男子ってかっこいいじゃないですか。お菓子なんですけど、アップルケーキ作ったんですよ。もうほんと好きなことしますね。ゲームやったり、お酒飲んだり。やっぱ緩むんだな。いろいろね。俺これ以上緩んだらどうなっちゃう。甘えん坊になっちゃう。知らんけどって思ってたんですけど、はい、アクティブな僕だったんですけど、はい、最近びっくりなことがありまして、変化多すぎ。最近ですよ、電子レンジを買ったんですよ。今ってすごいんですよ、家電って。最近はそれを使って自炊してるんですよ。それを使ってちょっとずるいんですけど、すごい文明の利器に頼ってしまってはいるんですけど買ってしまったからには、はい、もう使い倒して元を取りたいなと思って、なんで今日もなんかそれで作ろうかなって思ってます。最近じゃあ作ったヒット作は何ですか。お菓子なんですけど、はい、アップルケーキ作ったんですよ。ちょっとおしゃれ。電子レンジで。電子レンジでできるんですか。できるんですよ。しかもめっちゃ簡単。料理男子ってかっこいいじゃないですか。あ、かっこいいです。なんかさっと作って、あ、食べるよみたいな。友達とか家来た時もオリーブとか高いとこ買ったらして塩も肘当ててめちゃくちゃおしゃれなレッグつけて、はいはい、なんか身近なところにいそうな感じですけど、いますね今共演中のもこみちさんもこみちさんっていつもでも料理の話とかねさせてもらってるんですけど、もともとじゃあレンジが来る前は料理はあんまり自分ではしてなかった。してないです。自粛期間の時とかは母親からその今後に向けて習ったりとかしてたんですけど、はいはいはい、やっぱ撮影とかで帰り夜遅くて次の日も早朝とかだと食べられなくて家では、はい、なんで結局お弁当とか食べちゃいますね。では帰ったら今日は何でしょうか。その時の体力次第ですけど、はい、今のところ風呂入ってもよかったご飯はご飯食べよね。どうしようね実家暮らしなんで、はい、もしその今日、あ、でもどうかな、出かけるって言ってたから多分ないよな買って帰ります。あ、はい、普段はじゃあお母さんが食べれる時間だったら、はい、事前に言っといて、はい、まあ遅れそうなら遅れるで、はい、で、問題なかったら家帰って母親のご飯食べますね。もうちょっと早く終わった日とかは、はい、お家帰って何する。次の日がオフだった時ですか。はい、もう本当好きなことしますね。ゲームやったりお酒飲んだりなんか見たりみたいな。なんか今お酒飲んだりでドキッとしちゃったけど、ね、そういえば二十歳だったかな。そうよ、二十歳。そうか、まだ飲めないですもんね。次でも19ですからね。そうですよね。まだまだだ。じゃあ一人でもお家で飲むの。全然飲めます。何がお酒ですか。なんか最近、いや一番太んないお酒がハイボールって聞いたんで、まあ、ウイスキー系って聞いたんで、ウイスキー系を飲んでますね。そうですね。お酒のいいところは何ですか、先輩。え、なんだろうね大人になった気分を味わえるよ。お酒を飲んでる自分に酔える。なんか音楽とか聴きながら飲んだりするの。うん、全然。あ、全然。うん、あ、全然全然。何しながら飲むんですか。え、なんですかね、ゲームしながらか、あ、母親と話しながらか。だから別にそのお酒単品でね、楽しめるほどまだ飲む、なんか成長はしてない。今まだ飲んでる自分、大人っぽって思って飲んでるだけかもしれない。あ、飲むと結構その普段話せない、シラフじゃ話せないことも話せるっていうもんね。そう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 、やっぱ緩むんだな。なんかいろいろね、だから本当言いたいことが言える。お酒飲んで出た言葉は嘘じゃないと信じてる。俺これ以上緩んだらどうなっちゃう俺も今すでに全開なんだけどさ、これ以上緩んだら何か出る。甘えん坊になっちゃう。いや知らんけどいいな、まだまだだよ。俺はね、お酒飲めるんだったらね、はい、足組みながらめっちゃ足組みながらで笑いが生まれたんですよ、まあ、足組みながらそっからって高めのスリッパ履いて、お酒をこの人差し指と中指の間で持って。そうは服装バスローだよなんだと思ったもうスリッパで分かった。足組んでなんかその大人みたいなことしたいんですよ。でレコード僕好きなんで、レコードを流しながらいいスピーカーで音聞きながらってやりたいですね。じゃあ朝起きたモーニングルーティーン。僕昔は朝風呂に入んなきゃ気が済まなかったんですよ。なんか寝癖の状態で現場に行くのが嫌で。あ、髪をちゃんと整えてから。そう、メイクさんも大変だし、はい、その役になるべく近い髪型で行くようにしてるんですよ。最近気づいたことがあって、はい、夜髪の毛乾かしてなかったんですよ。だから寝癖がすごかったんですよ。そういうことですね。でも夜乾かせば、はい、朝寝癖がないんですよ。なるほど。そのことに気づいてから僕夜ちゃんと乾かして朝
入らないでその分出るっていう時短に気づきましてじゃあ今は入ってないんですね。最近入らない革命を起こしてます。革命マジで夢ないですけど、朝起きて顔洗って寝癖ひどいんで頭ダーって濡らしてダーって乾かしてトイレ行きながら歯磨きしてる。わかる、トイレ行きながら歯磨きするよね。でカバンの中身は大体変わらないんで、はい、もうあの昨日置いといたカバンをそのまま持っていく感じです、ね、休日は休日休日は休日何もしないよ基本インドアで家から出ないので、はい、あの寝癖のままいますね。じゃあ一日お休みあったら何したいですか。めちゃくちゃいや寝て、うん、次の日の準備と寝ることと、はい、ゲームと人からできることに満足ですね。いい一日だった。一人カラオケ行くんですよ。カラオケボックスに一人行きます。行きます、めっちゃ好きなんですよカラオケ。何歌うんですか。ミセスさんだったりとか、はい、あと星野源さんだったりとか、はい、あとまあ女性の歌も歌えますね、はい、女性の歌も、はい、ヨルシカさんとかエメさんとか、あとボカロ歌ったりとかしてます、はい、それがじゃあ理想の休日。でももういい一日だったの言えますねそんだけできたら。人からします。したことないです。あ、そうなんだだって人からするんだったら家で歌えばいいやん。迷惑だからよ。あ、そういうことね。そう、そうなんですよ。よく風呂で歌うんですけど、うるせえって言われるんですよ、母親に。あ、家族にね。そうね、そうね。じゃあ、理想の休日。僕はやっぱりちょっとアクティブに過ごしたいんですよ。洋服屋さんを見に行ったりとか、なんかその、日を浴びたいんですよね。やっぱ撮影してると、はい、暗い時期に出て、暗い時期に帰ってきたりとかして、はい、自由な時間を太陽を浴びて過ごしたってないんですよ。だからその太陽を浴びて外を歩きたいっていう気持ちがでかくて、って思ってたんですけど、はい、アクティブな僕だったんですけど、はい、最近びっくりなことがありまして、多すぎこれはね、はい、本当に最近1ヶ月前ぐらい、うんうん、まあ、ありがたいことに忙しい時もありまして、はい、久しぶりのオフだってなって、うん、次の日うわもうこれ早めに寝て次の日何しようかなって言って、でも明日起きてから考えようかなって言ってワクワクして、はい、で寝たんですよ。でアラームとかなしで解放されたとか言って寝たら起きてみたら暗かったんですよ。で、え？あ、寝つき悪かったかなと思って日付見たら次の日で、え？20時間寝たんだよその時。だから22時から寝て20時間何時？18時で6時だったんだ。だから寝て起きたら夜ご飯の時間だったんですよ。はい、やばい。でもなんかもう喪失感ですよね。もったいない、ね、せっかくの休日がと思ったんですけど、でもそんなに寝れるのってすごい若い証拠ですね。そう、いろんな人に話したら若いねって言われて、すごいそんなに、え、まだ寝れる。8時間が限界でしょ。8時間取ったら目覚めちゃいます。本当にこうやって目開けたら次の夜だったんです。へえ、すげえ。それは本当に衝撃でしたね。では、今回帰宅ということで、はい、YouTube って見ますか。見ます見ます。いわゆる人物が映ってるのだともうほぼ 100% さんっていう。この人たちが俺のこと救ってくれたと思ってずっと見てました。一番見るので言うと僕はあの取扱説明書動画なんですよ。 TPPOE アドレスを打ち込んでください。えぇ、みたいな。ただゆうたくんとけすけさんとじんくん、けすけさんのオールナイトニッポン聞いて感想送ったりとか、はい、ただ僕がふざけてるのに可愛いって言ってくるのだけはちょっと一回待ってください